ジョルノセーサーシャネルアンナとリエンとアキとカズです。さあイタリアですよ。イタリアピザです。そうだね、スパゲティです。おお、有名ミャンマーだと。有名ですよ、ピザとかスパゲティとか。うん、食べ物以外はあれじゃない、デコレーション、飾り。だいたいイタリアって他の国と違って自然のものを飾ったりとかしないですか？あ、そういうイメージあるんだ。あのイタリアの映画とかで自然で昔のものを飾るのが好きみたい、ね。あ、なるほどね。アンナはイタリアに見て、私にとっては料理の中のお酒入れるのだけ。イタリア人の男性はどうですか？私、アタコと生きる人はね、ハゲ、ハゲ。やめなさい、使えないから。あんな使えない、ここ。すみません、一本いいですか？あの、ダラブリの人が来てますので、ちょっと。はいよ。はい、はい、すみません。何来たの？ピザ？ピザだけです。パスタかな？パスタかな？何頼んだんだろうな、晩ご飯かな？ちょっとじゃあ当てましょうよ。当てようか、僕は焼きそばだと思うな。いや、ここはでもピザ頼んどいてほしいな。そんなできるかな。これでピザ頼んでたらすごいじゃないですか。あんな、なんだと思う？私は本と思う。本、本ね、はいはいはい、日本語の本。なるほど、兄ちゃん何答えは？本です。なんだ本かよ。アンナ正解。日本の本を送りますので、ダダブリの人になんか頼んだので、このダダブリの人か、あの配送の人か、ここに来てもらってる。持ってくのか。はい、持ってくる。なんで焼きそばとか行くの？あの、国民にもう一回、1世帯、1つの世帯に2万ちょっとぐらいかな、2万ちょっとか3万ちょっとぐらい支えましたね。うん、それで今はもう来週か再来週に4万ちょっと、1世帯に4万ちょっとなんか支えますね。本当？やった、はい、やった。4万ちょっと、4万ちょっと今回多くなりました。僕にも来る？はい、欲しい。はい。くれるんだ。壊れてる。あら、道路が、あの、ちょっとへこんでる。危ないね。通れないのかな、そこの道は。そう、あの、通れないので、あ、今あの、気がついて、あの、なんか行ってる、走ってるバスが気がついてて、あの、この場所に、あの、危ないよというみんな、あの、呼んでるみたいです。あ、高速道路か。危ないですよ。私思うからね、そういう場所にはね、洪水が多いから、洪水多いから下の方があまり良くないし、水は何だか食べるからね。あの、思ったより激しかったわ。本当だ、これ危ない。これは危ないね。危ないですよね、本当に。あの、私想像してたのよりもだいぶ激しかった。はい、すごいな、これ。花が怒ってくれました、このニュースも。花すごいね、頑張り屋さんだね。だいたいニュース起こってる、明日のためですよって。あの、明日 の、 あの順番は誰かなと見てて、チェックしてて起こってるみたいですね。すごい、はい、ジャーナリストか。なんで私の奥さん。私は奥さんでしょ。なお、ハブランでやってくれ。話終わるとき、私花火を仲良くしてね。仲良くしてね、ごめんね。水祭りみたいになってる。そうだよね、今年もできなかったし、ダリンジョもできなかったし。そう、そうですよ。それ騒ぎたい。あの、田舎の方にはね、あの嬉しくて、なんかモヒンガーとか、あの、みんななんかどうぞみたいな。モヒンガー？あ、何？みんな持ってきてくれるの？今日はモヒンガー、ただみんなでどうぞ。あ、モヒンガーみんなに振る舞ってたんだね。もう本当にお祭りじゃん。みんなちゃんとマスクしてる？マスクしてるよ。本当かよ。しない、危ないもん。
いやいや、送られてきたムービー見たけど、だいぶつけてなかったからさ。まだまだ続くよ。飛行機はまだですよね。まだじゃ。まだじゃ。まだまだじゃ。11月の前に、また12月の終わりまで伸びますというニュースが出ると思うな。はあ、じゃあ。まあこれからちゃんとまたね、いろんなことが決められていくと思うから、はい、楽しみに待ちましょう。ワクチンは 90% は予防できるワクチンができたらしい。ああ、そうだね、世界的なニュースだね、はい、そうです。なのでちょっとこれからはね、ね、はい、いろいろ、まあ、ミャンマーみんなはね、それ選挙も勝ったし、昨日の感染者も少なかったし、あとそういうワクチンが出てきたよというニュース見てて、あ、これからいい方法に変えますねみたいな。そうだね、まあ、はい、それを期待しながら、でも気を緩まずちゃんと対策をして。はい、わかりました。はい、ライクスのジュリカソのラーメン、私たちに今年は誰あげますか？ あれね、あんなね、そば。そばですか、そば。その頃にはね、ステアットホームとかなくなってるでしょうから、またちょっと集まってね。そうね。美味しかった。美味しかった。そば好きなんだね、はい、あんなは。そう、味も私好きよ、ママ。あれはね、めんつゆしか入ってないから、任して。ママ作るから一番好きだよ。嬉しいな、頑張ろう。慣れ合い。焼肉焼肉じゃない、たこ焼き美味しい。たこないけどな。ウインナー入れましょう。ウインナー、たこさんウインナーってこと？あれです、たこ焼きの中にウインナー入れるとめっちゃ美味しいです。いやそんなことないでしょ。いや、本当ですね。え、そんな食べたことないですか？あ、ないですね。タコ以外に食べないです。そうでしょ。どんなこだわり。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは、アンナとブレンド、アキとカズでした。